はい、おはようございます。 NPO 法人札幌カラス研究会中村です。皆さん自粛でどうお過ごしでしょうかね。昨日私は秋に発売する本のね、を書いてるんですけど、昨日編集者の人からこう電話が来て、こうカラスはどうですかと言われて、いえいえ何も変わってませんよと。するとなんかこうやっぱりね、いやね、人間はこんなにもコロナで世界中がビビってる参ってるのに、カラスたちはなんかふんって人間どもどうしたのみたいな感じで見てるのかななんて言ってました。まさにその通りかもしれません。今ね、これブト君、普通に多分コンビニとかに売られているお弁当の殻をつついてます。これはですね、今お店ほとんど休みなんでね、これは普通に通りすがりの人が捨てていったゴミ袋からブト君が出してこうね分別というかしてるのかなと思いますね。ちょっと一旦切ります。はい、再び、中村ですよ。今ちょっとね、ボソさんをですねストーカーしてみます。このボソさん、前もねここで映してるんですよね。あ、行っちゃいました。なんか違うものを見つけたようでみんな飛んでっちゃいましたね。残念、はい、今ねまたちょっと一旦止めてブト君を映してます。ちょっとねお日様が当たっててすごい綺麗なんだけど、ちょっとこのねこのビデオの撮影の品質がいまいちというのがあるんで、あれですけど、今ちょっとね、ゴミの回収車が通るのでどうなるかしらね。ブト君。ね。こうね、朝のすすきのです。ね、ちょっと今ね、すすきのもね、ほんとお店大変で、ほとんどが閉まってます。開いてるところはあまりなくはないんですけどね。営業時間短縮とかね、なんといってもそのお酒をね、夜7時以降出しちゃダメなんて言われてるから、ほとんど居酒屋さん営業できません。まあお昼ね、ランチ始めてるとこもあるんだけども、ね、ブト君たちもちょっとね、ありつけるご飯が減ってるかななんて話もあるんだけど、私は関係ないと思ってます。じゃあねー。はい、でもですね、ブト君、お水飲んでくれてます。ね、水はね、貴重なんでね、人間ならこういうとこの水なんか飲んだら多分お腹壊してひどい目に遭うけど、ね、野鳥はね水たまりの泥だらけとかでも飲みます。まあそれじゃないと生きていけないんでね、あれですけど、ただやっぱりね、水道の水とかね、公園のなんだろう、綺麗ななんかあるじゃない、噴水の水とかね、そういう水はねやっぱり綺麗なんで喜んで飲んでますけど、これはね朝ビルの管理人さんがこう水をまいたりするんでね、まあ、それの水がちょっと溜まってる。で、今、ブト君ちょっと、鏡見てくれないか、言っちゃったな。ね、鏡見て自分の顔をつついてくれると楽しかったんですけど、ブト君またね。はい、今度黒猫さんが出てきました。黒い猫と黒いカラス。どうでしょうか。まあ、お互いね、こういう街の中に住んでるということで。あ、もうね、行っちゃいましたよ。ブト君、そこの奥には入れません。ちょっとでしたが、野良猫とブト君のね、光景でした。